皆さんこんにちは、高谷ウェイクチャンネルです。今回は世界選手の浜崎優選手にインタビューをさせていただきました。動画の構成内容です。アメリカのウェイク環境について、ダブルインバートについて、優くんのいろいろ教えてという構成で、内容満点のインタビュー動画となっております。世界に挑戦するトップアスリートからたくさんのお話を聞かせていただきました。もう私の前置きはいいから、早く本編を見せてというお気持ちかと存じますので、早速行ってみましょう。浜崎優選手にインタビューしていきたいと思います。本拠地をアメリカに移して、まあ、練習されるということで、皆さんちょっと練習しに行った人少ないと思うんですよ。アメリカの、まあ、環境ですとか、はい、まあ、そういうのちょっと質問していきたいと思います。まず場所はどちらでされますか？場所はオーランドです。オーランド、はい、そこがまあウェイクボードのまあ聖地。そうですね、メッカですね。環境はいい感じですか？環境はそうですね、日本とかやとだからウェイクできる場所自体が結構少ないと思うんですけど、はいはいはい、オーランドはちっちゃい湖、うん、小規模の湖っていうのがめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。はい、ああ、なるほど。湖の周りに家があって、はい、はい、はいはい、見ます見ます。もうその家の前に船止めて、うん、ライダーたちが自分家の家を持って、はいはい、で、目の前に船を置いてみたいな環境がめちゃくちゃ多いんで。うわ、もう起きたらもうすぐ滑れるみたいな。起きたら滑れるみたいな。もうちっちゃい湖ってことは他のボートは少ないって感じですか？場所にもよりますけど、うん、まあちっちゃいながらにも、まあ、ちょっと大きめの湖やったりとか、はい、まあいろいろ場所があるんですけど、うん、あのちょっとだから大きめの湖やったら、うん、日曜日とかやったらやっぱ船はいっぱい出てくるし、うん、その湖から湖になんかこう繋がってるんですよ、はい、航路みたいな、はい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 、湖からこう湖でまた湖が繋がってるみたいな、うん、今日はこの風やから違う湖に行こうみたいなのができたりする、うん、場所によってますけど、あと僕が練習してたところは、はい、まあちょっとちっちゃめの湖で、はい、もうほぼ1台しかいないみたいな。ああ、そうなんですね。日曜日とかやったらもう1台出てくるかなっていう感じですね。風はどうですか？結構吹く。まあ季節にもよると思うんですけど、はい、まあなんか朝は吹いたりとか、うん、ちょっとタイミング見ながらやったら、まあ1日の間で滑れるときはあるかなと思います。年中通して気温っていうのを、基本的には冬っていうのはない、なくて、なるほど、秋、日本で言うと秋ぐらいまで、秋までぐらいって感じです。それは練習しやすいですね、環境。12月ぐらいまでは暑いです、ね、基本的に。日照時間も結構長いですか？そうですね、結構長いです、ね。長め、ああ。8時ぐらいまで明るいですね。と、アメリカ本拠地移して、また高知とかは。今年も翔太君のところにお世話になってたんですけど、はいはい、まあ、他の。はい、トニー・アイコニーとかがやってるキャンプとか、うんうんうん、違うところのキャンプも入ったりとか、はい、あとはまあ自分でちょっと友達作って現役のライダーのところとかにも行きたいなっていう感じはあります、ね、結構料金ってするんですか？値段は高いっす、ね、ああ高い、まあ今円安っていうのもあるんですけど、うん、ああなるほどなるほど、まあでも物価自体上がってますね、だいぶ。ああ、そう。基本的にはまあ個人艇っていう感じなんですね。日本やったらトーイングショップには行くけれども。基本的に、ライダー自体は船を持ってたりとかする人が多いですけど、ショップっていうのもあります、一応。ボート、はい、まあちょっと故障とかあると思うんですけど。結構そのレスポンスは早いんですか？治る。例えば日本やったら部品を取り寄せてるからちょっと待ってねとか、ベクトルが止まるじゃないですか、滑る。そもそも、はい、やっぱ日本は、乗ってる時間が多いんですよ、みんな。日本とかやったら余裕で1000時間超えてるみたいな。はあはあ、走ってる時間が。だけど、1000時間超えてる船ってそんなに少ない。なるほどなるほど。壊れるってことにあんま出くわしたことがない。ああ、そういうことですね。そこで日本とアメリカの差が。壊れても早いと思いますよ、レスポンスは。そうですよね。海外のライダーと滑った時のこう刺激って違いますか？それは違います、ね。それは違います。違いますね。技術面です。レベルです、うんうん。なんで高いんですか？例えばね。黒人が陸上競技速いとか、なんか動物的に負けるのは分かるんですよ。なんで人種、うん、そうですね。運動能力的に言ったら、うんうん、そっちの人も、うん、まあ、高いと思うんですけど、はい、多分今、トップを張ってる人間っていうのは、はい、オーストラリア人がめっちゃ多いんですけど、アメリカがシーズンの時は、はい、アメリカに入って、はい、夏の間ガンガン練習するじゃないですか。はい、練習して大会出るみたいな感じなんですけど、はい、シーズンオフになったらオーストラリアに帰るじゃないですか。はい、じゃあ、オーストラリアは夏なんで、南半球なんで、だからずっと夏の状態が続くから、レベルの差も生まれてくるし、他の横乗りに比べても、うん、まあ、多少パワースポーツっていうところもあるから、うん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 、まあその骨格の差もあるし。あ、なるほど。アメリカでオフトレとかはされますか？一応ジム。あ、ジム。行ったりとかしてたんですけど、基本なんか毎日に近いぐらいウェイクするんで、イメトレはするっすけど、体のリカバリーを優先して動く感じっす。アメリカでの生活っていうのは、食事とか。しやすいですね。アジアンマーケットとかもあったりするんで、はいはい、ご飯は全然行けます、ね。向こうで仕事とかは？仕事は一応したらダメなビザなんで、
ヘッドもウェイク集中してできるってことです。日本のトッププロの皆さん、アメリカ行ってまあ練習されるんですけども、例えばこう私こう高谷レベルが行ってもこう上手くはなりますよ。まだまだ日本でこうすることあるやろとはあるんですけど、例えばいろんな、いや行けるんですよ、ね、アマチュアの子でもプロ成り立ての子でも一度行って、うん、絶対行った環境を味わうという行けたら行った方がいいです。なるほど。日本の皆さんね、冬場にタイとかバンコクに行く文化は結構あるんですけど、もう一つこうボートのアメリカに行くっていうのが、そこの敷居がないので、ちょっとこのユウくんのね、もうインタビューを機に、と皆さんアメリカにね、行っていただければな。まあ、基礎だけはちゃんとやっていった方がいいかもしれない。あ、そうですね。はい、基礎だけやっていったら。まず日本作っていくから、はい。じゃあちょっと次の質問はですね、はい、トップアスリートにどうしても聞きたかった質問があるんですけど、はい、ダブルインバート。ダブルインバート。要は縦2回転ですね。はい。この質問できるのってもうなかなか日本でも数少ないんで、この機にちょっとユウくんにたくさん、はい、ちょっと聞いていきたいと思うんです。そもそもこれどうやって練習しました？といきなりボート。トランポリンとかではやったりしてたんですけど、でもトライするのはもうボートなんですよ。ああ、そう。ダブルインバートって、ダブルバックロール、ダブルタンタロンとか種類あるじゃないですか。ダブルバックロールが一番やりやすいです。その回転の。いや、それは人によりますね。人それぞれ。だってタンタロンが得意な人もいるし、はい、バックロールが得意な人もいるし、はいはい、まあそこはもう基礎のベースじゃないですか。うん、まあその人の運動特性を生かして、まあ上手な子はダブルハーフキャブロールするとか、どのボートがやりやすいですか？抜けやすいところあるかもしれないですけど、巻いてなかったら全然やりやすいです。例えば G23 とか G25 とか、はいまあ、マリブで言ったら M240 とか、はいうん、それぐらいのまあ企画は一つ欲しい。まあ、でもアクセスとかでもできます、ね、全然 A24 とかでもできると思う。僕もね、やってるけど、1回転はできるんですけど、そこの2回転つなげ方。つなげ方っていうのがやっぱりどうしてもその、まあ、一般の人というか、はい、ないらしいんですよ。1回転終わってやめちゃう、2回転で。一番いいのはこのトランポリンとかハーネスをつけてやるとかっていうに練習聞いたんですよね、はいはいはい、そんなん一切せず、トランポリンで一切してないです。あ、してないですね。へぇ、ダブルバックロールってまあメイクできない時もあると思うんですけど、はい、ホールした時の衝撃ですとか、まあ、食らった時の、まあ、痛さとかっていうのは結構強いですよ。まあでもダブルバックロールは、はい、強いっすね。はい。回転足らずで、どっかノーズが刺さるかな。ノーズが刺さったりとか、はい、あとはもう背中から落ちたり、はい、まあでもその、慣れてきたら、うわ、これ、このままいったらやばいっていう時がわかるんで、はい、やめまあその、やめますね。一回転やって、逆さで落ちたりとか、あ、なるほどなるほど。こうやって受け身取ったりとか、1.5 で終わらす。頭からもう突き刺さっていくとか、ちょっとその、リカバリーはやっていくうちに、培われてくる感じ。そうっす。人にもよると思いますけど、基本的にはリカバリーは大事と思います。あの骨折とか関節系の怪我はなさそうっす。まあ、ここは食らうってことですね。ないっす。ちょっとそっちっすよね。それやったらちょっとなんかできそうな気はするんですけど。はい。僕もその、まあ、縦野と言われてきてて、ちょっと実際その、じゃあ分かったよと。はい、じゃあスーパー縦野になりたいなっていうのは若干あるんですよ。2回中っていうのは。打つとき、ダブルするとき、どうやってます？一旦飛んでから。何のダブルっす？ああ、じゃあダブルバックロール。早かったら、ダメなんで。回し始めが。まあ、腰で回せることです。腰で回す。ボードを振らないことです。一旦上、バーン上がったから、入れる。そうです。で、こっちめっちゃ、片手ですか？右でいい。左手っす。あ、バックローレンだ。体はちっちゃかった方がいいですか？もちろん。ちょっとなるだけ。グラブは絶対掴んだ。グラブを入れた状態で固めて。ダブルはグラブ掴まないと絶対できない。あ、絶対できない。まあ、中にはこう、膝をこう持ったりとか。膝でもいい。する人もいますけど、はい、基本的にはグラブを取る方がよりちっちゃくなれるから、うんうんうん、基本グラブはもう最低条件。最低条件。グラブがもう取れたら回転止まっちゃうみたいな感じです。あ、まあ、なるほどなるほど。それはダブルタントラムしても、ダブルハーフキャブロールしても、そうグラブはもう全部掴んだ方がいいし。多分わかります。ではちょっと最後にね、浜崎優選手のいろいろ教えてということでたくさん質問していきたいと思います。今練習中の新技とか。まあ、日本帰ってきては、まだ新しい技っていうのはそんなにしてないんですけど、はい、ダブルロールしたり、はい、ゲージウィード5したりとか、はいはい、世界中でまだ誰もやってない技をしようかな、みたいな。自分のシグネーチャートリックみたいな、まだ、まあ模索中ではあるんですけど、まあ、ゆくゆくは、まあ、ダブルロールのモブやったりとか、まあ、それこそトリプルしてるライダーとかも出てきてますし、はいはいすね、あとモブのセブン、モブのセブン。まあ、ナインとか、はい、まあ、そういう話になってます。そう。ウェイクは誰に教えてもらう？師匠。もともと、親がやってて、船を持ってて始めたんですけど、はい、プロを目指すってなってからは、聖司君。カバーのこと、聖司君やったりとか、はい、昔、宗安、ゆず。ああ、はい。宗安さん。はい。はい、じゃあ、お父さんの宗安さんに、はい、教えてもらったりとか、ゆう君のウェイク以外の趣味。
まあ、音楽は結局もそれこそ好きですし、うんうん、まあ、スケボーもしますし、あ、そうですね、スケボーね。けん玉もするし、あ、なんか DJ とかもしたりします。いろいろやったりします。24号とね、アメリカ行くわけですけれども、まあ、ゆくゆくは、まあ、ご結婚とか考えられてますか、はい、そうですね、はい。結婚はしたいなと思います。ちなみにこのトップアスリートにね、こう、聞く機会ってなかなかないので、どういったこう、女性が、まあだから、まあ自分がスポーツ選手として、まあずっとやってるんで、まあそれを高め合っていけるじゃないですけど。そうですね、協力してくれて、はい。まあ支えてもらうのもそうやし、明るい子が好きですかね。あ、なるほど、そうですよね。スポーツマン明るくね、ね、ちょっと暗い子やったらね、沈んじゃいますもんね。明るい子が好き。明るい子が、はい。じゃあ、全国の皆さん、明るい女性、はい、トップアスリートがモテるというデータが一つ取れましたので、はい、よろしくお願いします。明るくいきましょう。明るくいきましょう。ね、子供は欲しい。子供欲しいっす。ウェイクは一緒にしたいですか？どうですか、ね、子供が。子供し一緒にしたいっていう感じではないです。なんか他のエクストリームスポーツ。はいはいはい、はい。やってほしいです。あ、なるほど。それもちょっと楽しみですね。ユウくんの、まあ、ウェイクの好きなところ全部好きですよ。もう全部、練習も大会も。なんかまあ。こういう関係も。滑ってるだけで楽しいっす。はい、ああ、なるほど、なるほど。もう、シンプルに、はい、シンプルにいいっすね。滑ってるだけ楽しい。滑ってるだけ楽しいっす。今までで、まあ、ウェイク人生 10?15年っす。15年。この15年の中でこう、はい、一番こう、良かったなーって思ってる。まあでも、プロになった時っすかね。ああ。つまり、ちっちゃかったんで。ゆうくんのアマチュアの時からちょっと、レベルがおかしくなりだしたって、僕聞いててるんですけど。そのアマの時に KGB やったんですか？大会で KGB したことは多分ないっすね。ああ、ないっすね。ああ。どっちローブラマで。ええー、あ、なんかその辺ぐらいからアマチュアの大会でも 3D が出だしたって。ゆうくんがなんか、スタートってなんか聞いたことある。まあ、トッツィとかワイリーとかは、多分イハスとか。あ、そうなんですけど。僕の後ぐらいからじゃないですか、ね。あ、もうどんどん。まあ、ボートも良くなったり、性能も良くなったり。そうそうそう、僕の時はもう、子供も僕しかいなかったんで、アマツアーに出ないし、はいはいはい、ここは。で、逆に一番悔しかった思うんで。僕、小学校6年生の頃に上がったんですけど、はいはい、小学校5年生の時に、初めて全日本のスーパーに行ってて、はい、5位までプロになれるんですけど、はい、僕は6位やった。うわぁ。それですか、ね、うわぁ、めっちゃ悔しい。一番悔しかった。え、最年少は誰ですか、今、歴代。今は、はい、石川で。石川で。石川で。そう、当時で言ったらすごいですよ。消防で上がったら、はい、甲子みたいな感じで。そうですね。あれは一番悔しかったです。なるほど。翌年では何位通過で？一応、アマツアーだけで僕は上がったんですけど、アマツアーはランキング2位で。2位で。ああ。来年の9月から、まあ、予定では、はい、渡航して練習するということですけども。それまでは、日本、どこを拠点で練習とかっていう？基本的には、琵琶湖の、カバー。カバーで。カバーを結構拠点にはしてるんですけど、はい、まあこういう感じで、同年代の子とも一緒に滑ったりしてるんで、まあ琵琶湖を拠点に行ってる、ね。琵琶湖拠点ですね。はい、ちょっとゆうくんとね、滑りたいとか、あったら皆さん、琵琶湖の方まで、ご連絡いただければ、はい。よろしくお願いします。その、まあクラウドファンディングされてて、はい、世界一になりたい。これは、ツアーチャンピオンですか？まあ一番の世界チャンピオンっていうのは、シリーズチャンピオンを取るっていう。これ、協会が、ちょっとみんなあんま分かってないと思う。WWA とか IWWF とかある。それはどこに出る？基本的には WWA。WWA。と、あと、それの派生である、はい。プロツアー。はい。向こうのプロツアーです。もちろん IWWF も、はい。その、チャンピオンシップとかは出ていきたいって、はい。思ってますし、はい、基本的には、まあ、WWA で取りたいっていう思いが強い。大体何戦ぐらいするんですか？ WWA のワールドシリーズっていうのがあって、はい、オーストラリアのムンバ。はい。っていう大会があるんですけど、それからスタートして大体4戦、WWA のワールドシリーズっていうのがあって、5月か6月ぐらいからプロツアーが始まって、それがだから4戦ずつあるんで、8戦。8戦、合計8戦。最低でもあるんです、多分。これはアメリカでやったり、オーストラリアでやったり、結構各国でですか？プロツアー自体はアメリカなんですけど、アメリカ。ワールドシリーズは、それこそだからオーストラリアで始まって、はい、今年僕、9月の最終戦は、ポルトガルに行ってたんですけど、はい、まあ、それは毎年違う。最終戦は毎年違う。来年はまだオーストラリアなんです。はい。日本の皆さんへ向けてメッセージありましたら、よろしくお願いします。今まあ、世界一に向けて、まあ、クラウドファンディングとかもして、まあ、一応自分で動いてやってるんですけど、まあ、僕のこの背中を見て、まあ、頑張ってる子も増えてほしいっていうのもあるし、ウェイクボード自身をまあ広めていきたいっていう思いもあるんで、まあ、僕がこう、世界一になって、それをしっかり、日本の子たちに夢見させれるように頑張るんで、応援よろしくお願いします。いや、ゆうくんって結構、喋り、あれがすごいですよね。ウェイクエンドリームの面接の動画見てたんですけど、心の熱さというか、俺一番かっこよかったなと思って。
いや、なんか僕は、こう、言ったら学歴もそうですし、はい、そんなに、はい、経験はしてきてないんで、面接とかの。はいはいはい。もうとりあえず熱熱で、熱量で。熱がね、すごいですよね。前これぐらい前のめりで、はい。ね、熱量で。それは聞いててすごいな、ね。熱量でいきましたね。今のコメントをしても、もう、ね、思ってる本心が出てくるっていうところが、はい、今から世界に羽ばたく浜崎優選手、世界に向けてメッセージよろしくお願いします。そう、日本人として、世界一になって、しっかり日本人を認めてもらえるように、頑張るんで、アメリカ、やります。はい、ありがとうございます。で、今回は世界に挑戦する浜崎優選手にインタビューをさせていただきました。優くん、ありがとうございました。ありがとうございます。今回の動画はいかがだったでしょうか。高谷ウェイクチャンネルでは、浜崎選手のような情熱を持って夢に向かって努力している人たちを応援し続けます。私自身もウェイクボードを広めるため、新たな企画などを考案して、これからも尽力してまいります。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴していただき、ありがとうございました。